ボンベーイバイシュクルクラブは、イギリスは、ロンドン出身の4人組インディーロックバンドである。バンドでありながら、フォークやエレクトロニカ、ワールドミュージックといった様々なジャンルを融合させた音楽性を持つ。2014年リリースのソロングシーユートモローで初の全英チャート1位を獲得し、2020年には5作目のアルバムエブリシング・ウェルス e l s ンロングをリリース。 ステッドマン、マッコール、サラームの3人は15歳の時に出会い、バンドを結成。何度か解明をした後、インド料理のチェーン店名、ボンベイバイシュクルクラブに定着した。2006年の夏に、葬儀で、ナッシュと出会い、バンドに加入。2007年2月12日に、デビュー EP、ザ・ボーイ、アイ・ユース・トッビー・を、自身のインディレーベル・ウーン、レコーズからリリース。 2007年10月22日には、セカンド EP、How We Are も、うーん、レコーズからリリース。UK インディーチャートで2位を獲得。2008年6月、メンバー全員は高校を卒業し、音楽に専念できるようになる。2008年8月4日には、ファーストシングル、イブニング、モーニングを、ヤング・アンドロスト・クラブからリリース。7月から8月の間、 レディングフェスティバル、ティンザパークフェスティバル、ザエチジフェスティバル、ウンデラゲフェスティバルなど数々のフェスの出演を含む23日間にたるツアーを果たす。2008年の終わりにアイランドレコードとサインし、2009年4月にはシングル Always Like This をアイランドレコードからリリースし、UK シングルチャートで97位にランクイン。デビューアルバムの I h a The b l s b t アイシュック・ゼ・ムルーズのレコーディングは2008年10月から11月の間に行われ2009年7月3日にリリース。UK アルバムチャートで46位を獲得。2010年の NME の最優秀新人賞を獲得。2010年5月9日、アルバムフローズのリードシングルとなる i b y ー n d Gold をデジタルリリース。BBC ラジオ1の プレイリストにも追加されたことから、UK シングルチャートで56位を獲得。2010年6月には、映画エクリップス、トワイライトサーガのサウンドトラックにボーナストラックとして入る。2010年7月12日、アルバム、フローズをリリースし、UK アルバムチャートで8位を獲得。2011年8月29日、3枚目となる、アルバム、 A different kind of fix をリリース。このアルバムには、ルーシーローズもバッキングボーカルで参加している。2014年2月3日に、ソロング、See You Tomorrow をリリース。リリースと共にツアーを開始。アルバムのサードシングルとなった、ルーナは、コナミの、ゲームワールドサッカーウィニングイレブン2015の、サウンドトラックとしても起用された。フォルサホライゾン2にも起用された。 2014年のマーキュリー賞にノミネートされる。ツアーは2014年12月13日にアールズコートエキシビションセンターにて終える。ピンクフロイドのメンバーでもあるデビッド・ギルモアがゲストとして出演。2016年1月29日、ボンベイバイシクルクラブは10年続けた今、新しいことに挑戦する時が来たと思うと述べ、活動休止を発表する。 2017年1月27日、ナッシュは元バンドメイトであったサラムをドラムに迎え、ソロデビューアルバム、ザ・ペース・オブ・ザ・パッシングをリリース。2017年7月14日、ステッドマンはソロデビューアルバム、ゴッド・ファーストをリリース。2019年1月14日、3年間の活動休止を経て、活動の再開を発表する。2019年8月27日、 アルバム、e e v r y エブリシングエルスハズゴ Long からのファーストシングル、Eat, Sleep, Wake をリリース。2019年11月27日、アルバムと同名のセカンドシングル、e e v r y エブリシングエルスハズゴ Long をリリース。2019年12月19日、サードシングルの Racing Stripes をリリース。2020年1月17日、5枚目となるアルバム。 Everything else has gone long or release. ありがとうございます。